黒イタカシギは、千鳥目タカシギ下に分類される鳥。セタカシギの近辺種。セタカシギのアシュエイチ。ヘモントパスメキシカヌスとして扱われる場合もある。アメリカ合衆国西部、南部、中央アメリカから、ペルー南西部、西インド諸島、エクアドル東部、ブラジル北西部を原産地とする。日本、ハワイ、ニュージーランドに外来種として、移入分布する。 全長36センチメートル、体重170グラム。くちばしは長く黒色で、足はピンク色。オスは背面から翼にかけて黒色だが、メスは茶褐色となる。浅い湿地に生息する。食生は動物食で水生昆虫や甲殻類、貝類、ミミズ、コカイ小魚などを食べる。川辺や 池子の岸などの見晴らしの良い場所に映像し、私有交代で放乱する。飛んでいる様子日本では、奈良県、京都府、大阪府などに生息が確認されている。人為的に持ち込まれたとされ、2001年には、個人によって数十話から数百話が、意図的に放鳥されたと考えられている。日本産の在来種の生鷹主義と交雑が、懸念されており、 2004年6月に大阪で演奏が確認された聖カ市議に黒襟聖カ市議の特徴が顕著に現れていたため実際にすでに交雑が起きている可能性が心配されている特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律によって要注意外来生物に指定されている繁殖状況や 生態系への被害が、なおもよくわかっていないため、詳細な調査が求められていると同時に、これ以上の野生化が発生しないように飼育者に注意喚起がなされている。ABC を注意外来生物リスト、ABCDEFG き P67、ハット ABCD 新入 DB 朝日新聞2002年3月6日記事、ありがとうございます。